発上がる株。本日引け後に出た材料で、来週4月4日月曜日に期待される銘柄についてお話しいたします。本日ピックアップしたのはこの3銘柄です。2164地域新聞、7965象印魔法瓶、2735ワッツ、この3つです。まず地域新聞ですけれども、本日引け後に700万円の赤字予測から一転1200万円の黒字着地を発表しております。本日の株価は463円、出来高は29200株。この29200株の出来高に対して信用概算が約4倍弱の8万5000株ある状態です。1年間の株価の動きを見ると、3月14日に383円の最安値をつけております。チャートでいうとここですね、ここのポイントで、最高値について言うと1月13日539円、ここですね、ここの最低最高値をつけている。ですのでチャート的にはずっとこう下がってきて、ここで最安値をつけて上がってきて、ここでゴールデンクロスを迎えて上がってきているという状態です。ご覧になって分かる通り、かなり板が薄い株です。460円で100株、まあ言ってみれば、4万6000円でワンティック動いてしまう、まあ、こういった非常に薄い板ですので、一気に急騰する可能性が大きいと思われます。まあ、直近の高値539円は、まあ、楽に抜いてくるのではないか。ただしすでに PR が89倍と非常に高い状態ですので、まあ、こういった割高圏にあるということについては注意が必要かと思われます。次に象印魔法瓶です。本日引け後に 海外での売上が好調だったということ、それによって売上高が246億円から265億円に増額され、営業利益が36億円から39億円増収増益が発表されております。本日の株価は1442円、出来高は11万株。この11万株に対して若干多い信用概算が16万株ある状態です。空売りはその3分の1の5万8000株。1年の動きを見ますと、1月19日に1293円の最安値、ここですね、ここで最安値をつけている。年初来最高値は3月30日の1531円、ここですね、ここで最高値をつけている。まあ、チャート的には下がって上がって下がって上がってまた下がってっていうような、こういうふうなチャートなんですけれども、まあ、直近で下がっているということから、今回の好材料っていうのは織り込まれていないと思われます。まあ、特に異常な出来高の急上昇というものも見られませんし、まあ、そういったことから、月曜日以降期待できるのではないかと思われます。最後ですけれども、2735ワッツです。本日の引け後に、形状、紙の形状 61% 情報修正を発表しております。本日の株価は759円、出来高は2万株、この出来高2万株に対して約2倍の信用概算3万9000株がある状態、ただし空売りがその倍の7万8000株ある状態です。こういったことを踏まえた上で、1年間の値動きを見ると、1月28日に最安値の651円をつけている、ここですね、ここで651円をつけている。で、3月30日に755円、ここですね、755円の最高値をつけている。しかし本日の株価の動きを見ると、すでに759円つけておりますので、実際は年初来の最高値はここではなくて本日になります。まあ、イメージ的には下がってきたものがここで底を打って上がっ
って上が押して上がって上がってっていう状態ですね。まあ、こういったか、チャートの状態ということ、それともう一つはこの先ほど申し上げた、空売りが1日の出来高の約4倍あるという、まあ、こういったことを考えると、まず月曜日はこの空売りが買い戻されるということも考えて、まあ、結構上がってくるのではないか。その上、年初来高値を本日更新してますから、つまりはこの1年、ワッツを買った人っていうのは全部も全員が儲かってる状態ですから、まあ、そういった意味では慌ててる人はまずいないだろう。まあ、そういったことから考えると売る人いないけど買う人が出る。よって来週以降さらに上げ基調が期待できるのではないか。まあ、こういうふうに思われます。で、以上、明日上がる株についてお話しさせていただきました。今後もこういった株式ニュース、注目株をライブ配信、チャートから判断する投資テクニックなどを配信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。